勝てそうにない分野でも書いていくべきか。トップ10を見たときに、うわ、なんかすごい大手のサイトばっかだよとか、うわ、トップ10見たときに、うわ、学ぶとこあるよみたいな。まあそういう状態を書いていくべきかっていうところですね。でも結論書きましょうです。で、なんでかっていうと、まあやっぱりその、僕はなぜかって話をするときに必ず自分の経験談から話すんですけど、今回は経験を話します。で、なぜ上位サイトがどんなに強かったとしても書くべきなのか、それはもうシンプルで、まあ、書かないと勝てないからなんですね。で、プラスで、ここまで聞いた方っていうのは、いや、もちろん書くのは大切だけど、そんな負けるじゃないですかみたいな話あると思います。でも、じゃあ、僕はアフィリエイトに関する情報発信、アフィリエイトの稼ぎ方とか、アフィリエイトの始め方みたいな、まあそういう記事を僕のマナブログっていうサイトで運営して、サイトがあるんですけど、で、そこでアフィリエイトに関する情報いっぱい書いてるんですね。で、それ書き始めたのいつからか忘れたんですけど、じゃあそれ僕がアフィリエイトについて書くじゃないですか。で、その時に、じゃあ僕のアフィリエイト収益、月いくらだったと思います？これちょっと、質問というか、まあアンケートみたいにしてみようと思うんですけど、じゃあ3択にしますね。僕がアフィリエイトに関する情報発信を始めた時、僕のアフィリエイト収入はいくらだったでしょう？で、選択肢の1、10万円。選択肢の2、50万円。選択肢の3、150万円。これどれだと思いますかね。で、現状だと僕はアフィリエイトの収益月、300から500、まあ大体450万ぐらいの時が多いんですけど、まあ始めた時どうだったと思います。で、ちょっとで3秒だけ待ちますね。1、2、3。というわけで、じゃあ答え言うと、選択肢の1ですね。これ結構皆さん驚いたかもしれないんですけど、僕はアフィリエイトに関する解説記事を始めた時って月10万しか稼いでないんですよ。で、これ聞いた時に、まあお前詐欺じゃんと思うかもしれないんですけど、でもやっぱり別に、やっぱりというか、別に10万ぐらい稼げれた人っていうのは、もうその分野の知識でも大体わかるんですよ。で、大体わかるし、まあ、なんですか、初心者向けには全然書けるんですね。で、プラスで、当時の僕も全く皆さんと同じこと思いました。で、アフィリエイトとかって調べるじゃないですか。で、その時に上位サイト見ますよね。で、その時もやっぱり上位サイトって、もうスーパープレイヤーしかいなかったんですよ。なんかもう、100万余裕で超えてますみたいな。まあそういう人ですね。で、当時僕はもう、アフィリエイト100万なんて超えらんねえよっていうふうに思ってたんで、いや、無理じゃねえって思ってたんですけど、まあそれでも、負けずに書いてみたいな。で、書いていくうちにあることに気づいたんですね。で、それがその先ほどのキーワードニーズの話とも繋がってくるんですけど、まあ結局アフィリエイトの情報を知りたい人っていうのは、要するに稼ぎたいわけじゃないですか。でも僕がそのアフィリエイトの情報を発信していた時に気づいたのは、他の人っていうのは、アフィリエイト稼げますよみたいに言ってるけど、具体的にどう稼ぐかっていうのは結構そこに濁されたりしてたんですね。で、それ見た時に、いや、なんかおかしいなと思って。で、そこで僕はもう全部情報を公開したんですよ。僕はこういったアフィリエイトサイトを運営していて、それでこの記事から毎月3000円が発生していますみたいな。で、3000円ってまあ少ないじゃないですか。でも少ないんですけど、3000円毎月入ってきたら嬉しいじゃないですか。で、3000円の記事を例えば10本作ったら3万円なわけですよね。で、そういうのをずっと解説をしていったんですね。そしたらめちゃくちゃ伸びていったっていう。まあ、こういった感じですごいシンプルな話なんですけど、やっぱりその勝てなそうだなと思っても書いていくしかないっていうか、書かないと何も始まらない。で、その際に、今回、動画ここまで見てくださった方に、ぜひ覚えておいてほしい思考っていうのがあるんですけど、それが、なるべく最短距離で稼ぎたいっていう、まあ、この思考をまず捨ててください。なんでかっていうと、もう最短距離で稼ぐとか、無理なんですよ。結局、この記事で書いてもどうせ勝てないですよね、とかって言ってくる人っていうのは、まあ、失敗したくないとか、時間を無駄にしたくないっていう、そういう思考があって、それで、まあ、要するに負け戦をしたくないみたいな、そんな感じですよね。で、確かにその大切なんですけど、まあ、ただ、やっぱりその、まあ、僕常に言ってることとして、一生9敗を受け入れましょうみたいな。まあ、大体もうチャレンジしたら負けるんですよ。で、一郎ですらヒット率、まあ、2割3割とかじゃないですか。だから、まあ、昔の僕っていうのはヒット率が、20記事書いて1記事しかちょっとしか伸びないみたいな、そんな感じだったんですけど、まあ、皆さんもそれぐらいだと思うんですよ。20、30記事書いて、ようやく、まあ、ちょっとその、なんですか、ヒットというか、まあ、ヒットまでいかないですけど、なんかゴロみたいな。まあ、それぐらいなんですね。だから、やっぱりその、なんですか、最短距離で稼ごうとか、無駄せずに稼ごうとか、っていうふうに考えるんじゃなくて、まあ、そういった競合がいたとしても、まず書いてみる。まず書くことによって、リサーチ能力上がりますし、ライティング力も上がりますし、SEO の知識も上がる、マーケティング知識も上がるみたいな。まあ、そんな感じで、もう行動したらいいことづくめなので、書きましょうっていう、それが僕の結論です。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生のないと下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういうふうに言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、あとはフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。